こんにちは。今週の薬研ニュースはついに決着した2022年度薬価制度改革の内容を紹介します。12月24日の中医協総会にて2022年度に行われる薬価改定の改定率、薬価制度改革の骨子案、費用対効果評価制度の骨子案が承認されました。費用対効果については第5項から変更がございませんので、そちらをご覧いただければと思います。今回は他2つを紹介していきます。まず薬価改定率ですが、今回はマイナス 1.35% となりました。この結果は前回の2020年度改定がマイナス 0.99% でしたので、より厳しいものとなっております。今回の改定率の内訳としては、実勢加糖改定でマイナス 1.44%、 今年の主な検討事項であった不妊治療の保険適用でプラス 0.09% としております。では今回の薬価制度改革はこちらの4つにまとめられておりますので、順に紹介していきます。まずは革新的医薬品のイノベーションの評価について紹介していきます。1つ目は、非集裁医薬品が新規集裁品であれば有用性系加算に相当する効能を追加した場合、新薬総主等加算の対象とすることです。2つ目は、先駆的医薬品と特定用途医薬品の過去5年間の指定数を新薬総主等加算の企業指標に加えるということです。3つ目は、同じく新薬総主等加算の企業指標に新型コロナウイルスのワクチンと治療薬の過去5年間の承認数を加えるということです。これらにより革新的な医薬品の薬価が維持されやすくなり、革新的な医薬品を生み出している企業は事業継続がしやすい環境となっていきます。続いて国民皆保険の持続性確保に向けた制度改革について紹介していきます。1つ目は、長期収載品の改定時に適用される Z2 と C について、その置き換え率をこちらの通りに見直すということです。これはこれまで議論がなかった項目ですが、長期収載品の薬価が後発品に近づくスピードがさらに速くなってしまいます。2つ目は、新薬総主等加算の企業区分3の対象範囲を0ポイントから2ポイントに引き上げるということです。これにより革新的な医薬品の開発にある程度取り組み続けていなければ、革新的医薬品を上司したとしても薬価の維持が難しくなります。では医薬品の安定供給、薬価の透明性、予見性の確保について紹介していきます。1つ目は、安定確保医薬品に指定された医薬品のうちカテゴリー A に属し、基礎的医薬品の要件に該当する品目については基礎的医薬品として取り扱うということです。2つ目は、原価計算方式で薬価算定する際の海外からの移転価格の取り扱いについて、他国への移転価格の最低価格を上限とすることになりました。3つ目は、同じく原価計算方式で薬価算定する際の製造原価の開示度が 50% 未満の場合は有用性系加算をゼロにするということです。4つ目は、市場拡大再算定の特例の対象品または類似品として引き下げを受けた後、その翌日から丸4年間は1回に限り類似品としての引き下げの対象外とすることになりました。これに関してもともとは3年間でしたが、製薬団体が5年間を求めた結果、間を取るという形になりました。そして5つ目は、未承認薬適用外薬検討会議での議論を踏まえ、開発公募された医薬品はリポジショニング特例の対象外とするということです。そして最後、その他について紹介します。1つ目は、基礎的薬品の改定ルールを見直すということです。2つ目は、年間1500億円の売上が見込まれる品目は薬価算定の前に中医協にて算定方法について検討するということです。これは進行を止める認知症治療薬で話題となったアデュカヌマブを想定したものとなっております。3つ目は、新規後発品の薬価算定ルールを現行のまま維持するということです。3つ目は、新規後発品の薬価算定ルールを現行のまま維持するということです。新規収載時の 0.5 掛けルールの見直しのほか、0.4 掛けにする際の10品目という基準の見直しも今後の検討項目として挙げられております。そして最後の4つ目は、業界内で特に注目されていた調整幅、中間年改定のあり方について、今回は結論付けず引き続き検討されることになりました。2022年4月にこれらの制度改革が行われますが、残念ながらネガティブな内容が未だ続くものとなりました。過去10年間の国内医療費、日本の医薬品市場、そして薬価改定率をグラフ化してみましたが、医療費が伸びているにもかかわらず医薬品市場は全く伸びていないということがわかります。政府の方針から今後もこの傾向が続くことが予想されますが、
薬品はそれがなければ医療が成り立たないほど患者さんの健康に大きく貢献しております。またどの疾患も万能薬というものはなく、日本のどこかに今もなお病気などに苦しむ患者さんがおります。このような中、今後も多くの患者さんに持続的に貢献していくためには、事業の採算性が確保されなければなりませんので、ぜひ一人一人がこの状況を自分ごと化し、さらに社会に貢献していくためには何をすべきかをみんなで考え行動していきましょう。以上、今週の施薬研ニュースでした。ぜひチャンネル登録と施薬研のご参加をお願いいたします。